身長がぐんぐん伸びる日常ルーティン、私の一番のおすすめは身長ビヨン。医師医学科学生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に活動を配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのですよ、身長がぐんぐん伸びる日常ルーティンについてお話しさせていただきたいと思います。日常生活で今日お話しさせていただくのを心がけていただければ、身長がぐんぐん伸びる内容をお話しさせていただきたいと思います。それでは早速1つ目です。湯船に浸かってくださいね。湯船に浸かるのが身長に関係あるのと思ったそこのあなたね、実は関係あるんですよ。シャワーで済ませてる人はですよ、ぜひこの動画見てくださいよね。湯船に入りたくなりますからね。湯船に浸かっていただくと体が温まりますよね。そうですよね。そしてですよ、湯船に出た後体が冷えるんですよね。冷えが身長にとって大事だというふうに言われてるんですね。実はですよ、お風呂に入った後に体が冷える、それによって眠気が来るなんていうふうに言われてるんですね。スタンフォード式ね、最高の睡眠でね、紹介されていましたけどね、そういったことを言われてるんですね。そうするとですよ、睡眠の質が向上するんです。睡眠の質が向上すると何が起きるか、成長ホルモンがね、たくさん分泌されるんですよ。そうするとですよ、身長が伸びるんですね。お風呂に入るだけじゃなくて、睡眠時間もね、しっかりと確保してください。ナショナルスリープファンデーションで推奨される時間で、今日も紹介させていただきたいと思います。6から13歳は1日9から11時間。14から17歳は1日8から10時間。この数字ぜひ覚えてください。わかりにくい人はね、一言だけお伝えします。9時間寝てくださいよ、9時間。そして身長がぐんぐん伸びるね、日常ルーティンの2つ目ですよ。タンパク質と亜鉛の摂取ね、これをお願いしたい。1950年か2021年のこの今までですよ、約10センチですよ、男性であれば身長伸びたんですけど、おそらく栄養の改善なんて言われてるわけですからね、皆さんも栄養改善していただきたい。その中でもね、タンパク質亜鉛が重要だってことですよ。亜鉛が含まれる食材、それはですよ、豚のレバー、カシューナッツね、こういった部分含まれますね。ぜひね、お食事ね、取り入れてはね、いかがでしょうか。タンパク質ですよ、例えばですよ、卵とか牛肉とか、そういったところに含まれますよ。ぜひ食べてください。もしね、そういった食事ね、取るのがなかなか難しいというかですよ、先日あげたばかりのこちらの動画ね、身長伸ばすセブン神商品3選ということで、こちらの動画で紹介しています。ぜひご覧くださいね。ビーフジャーキーをですよ、完食に食べるともしかしたらいいかもしれない、そんなこともね、ご理解いただけると思います。ぜひご覧ください。そして身長がぐんぐん伸びるね、日常ルーティンの3つ目はね、寝る時間、起きる時間を固定するということですよ。先ほどお伝えしたのはね、寝る前にお風呂に入ってください。そして寝る時間をね、お伝えしましたけどね、さらに今回お伝えしたのは寝る時間を固定しましょうね。人間ってですよ、リズミカルに生きてるんですよね。サーカディアンリズムなんていう単語、皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうかね。平たい言い方ですよ、体内時計ですよね。体内時計をね、整えるためには毎日同じようなね、生活をすることが大事なんですよ。一定の生活のリズムを送ることで、あなたの体にと非常に重要なんです。厚生労働省が出している快眠と生活習慣でもですよ、参考 URL をですよ、概要欄の方に貼ってきますので、ぜひご覧ください。快眠はまず規則正しい生活からとね、厚生労働省が言うんですからね、皆さんね、ぜひ守ってくださいよ。体内時計を整えるためですよ、時間を決めていただいて身長を伸ばすのに役立ててください。とはいえどもですよ、忙しいなんて声が聞こえてきますよね。塾にですよ、部活にですよ、そして学校の課題をやらなくちゃいけない、そしてですよ、お母さんと決まり事もやらなくちゃいけないね、皆さん大変なのよく知っていますね。ただし身長を伸ばせるのは今ですね。今のうちに身長を伸ばしましょう。ということですよ、今日はですよ、身長を伸ばすための、ね、ルーティンを3つ紹介させていただきました。もう一度振り返りましょう。1つ目、お風呂に入るね、湯船に浸かる。そして2つ目、タンパク質と亜鉛を摂取する。そして3番目、規則正しい生活を送る。この3つであれば、あなたもできるでしょう。ぜひね、明日から、いや、今日からですよ、このね、3つを取り入れていただいて、身長でぐんぐん伸ばしてくださいよ。参考になったという方ですよ、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、身長ビヨン、バイバイ。